どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は弓を上達するために意識したい立ち回りについてです。トライストリンガーは中高への位置づけになる武器ですが、使い方次第では味方の足を引っ張りかねない武器なので、立ち回りはしっかり覚えていきたいところです。実際僕も前衛武器をメインに使っていたので、スプラ3では後衛の立ち回りになれるのに苦労しました。ですが、上達するために何をするべきか意識してみたところ、エスプラまで難なくと行くことができたので、その点を紹介したいと思います。また、紹介だけでなく注意することなども細かく話せればと思いますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。また、チャンネルを応援してくれる方は、チャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速いきましょう。一つ目は味方との位置関係です。まず弓を使うにあたって一番大事にしたいのは、全ての味方と常に一緒に動くというのが非常に大事です。防衛として強い部分は味方と敵の状況を把握して試合を動かせるという点です。それにあたって立ち位置が悪かったりすると味方との位置関係はおろか敵に囲まれやすくなります。それを防ぐためにも味方との位置関係は非常に大事になります。すべての味方と常に一緒に動くと言ってもざっくりしているので、まずは一人を対象に考えてみたいと思います。イメージとしてはこんな感じです。必ず自分よりも前に誰かがいるということが重要となります。まずは直線的に並ぶことを意識するといいかと思います。ただしこの直線的っていうのは敵の動きが見づらいという欠点があります。立ち位置に慣れてきた場合は少し横にずらして角度を利用して味方と一緒に動きましょう。これは人数が増えてきた時にも活用していきます。ではこれを2人の場合で活用してみましょう。考え方としてはこのような図の位置になると思います。前に2人いる状態ですね。単純に自分を挟んで三角形の陣形ができています。この状態だと味方の位置だけではなく、より多くの敵を確認することができます。この位置取りと状況の確認ができるだけでもかなり有利に動くことが可能です。メインの射程があるので意外と援護射撃ができるんですよね。慣れてくるとキルも取れやすくなります。では角度を利用して味方と一緒に行動というのはどういったメリットがあるのか、1人と2人の視点で見比べて話したいと思います。1人の場合は直線的に対しては見やすいですね。これは高台や狭い場所、また裏取りがされないところでは非常に見やすい方法となります。ですが裏取りに弱いという欠点があります。理由は視野の狭さですね。味方1人だけ見ていると直線的に見えてしまうため位置関係の把握が非常に難しくなります。さらに前衛が1枚やられると一気に詰められる危険性もあるというものになります。では2人の場合はどうでしょう。まず2人を視野に収めるということはある程度の距離感と画面を広く使う必要があります。いわば角度をつけるということですね。この角度があることのメリットとしては味方の対面状況や敵的状況の優先順位をつけれるという点です。1対2の対面があればそこに加勢するだけで2対2という状況が即座にできるんですよね。味方のデスリスクを抑える可能性もありますし、相手の打開措置にも活躍できます。ただし欠点もあります。それは優先順位の付け方です。これはポジションの強みや敵エースの把握などを一瞬で判断して考慮しておかないといけません。また優先順位の悪いとしては敵陣に突っ込みすぎる味方についていくということです。これは前線対面不利な弓ではデスに行くようなものです。カバーできる距離で応戦しながら無理をしないように動くというのが非常に重要となります。長くなりましたが端的にまとめてみたいと思います。1、必ず味方は1人前に置きカバーすること。2、1人だけ見る場合は自分と味方の裏取りに警戒して立ち回ること。3、2人以上前にいるときは優先順位を決めて対応することとなります。常に試合を動かせるか考えて味方の援護の優先度を決める必要がありますので、練習は必須な部分になってきます。まずは広く視野を使うということを意識してみて動いてみると立ち回りや位置が分かってくると思いますので、練習をしてみるといいかと思います。
続いては切るよりアシストを意識。弓の強みといえば何でしょう。そうです、射程と一角切るです。ですがこの一角切るはまずは狙われないようにすることが重要です。理由は一角を外した際のリスクが大きいからです。では例えばというシーンで考えていきたいと思うんですが、味方が敵と対面をしていました。そこに弓の攻撃を一発当てれば援護して倒せるアシスト、またキルが取れそうですという状況があるとします。この際に一角を外して味方が死んでしまうリスクと、爆発を当ててアシストまたはキルを取れるというふうに考えたときに、どちらがより味方を生かせれると思いますか。答えは爆発ですよね。要は味方との位置関係がうまくいっていても、自分のキルを優先しすぎて味方をデスさせてしまっては本末転倒なんですよね。いかに味方の援護をできるかが弓の強い部分だと思ってます。なのでキルではなくアシストを意識することが非常に重要になると考えています。もちろん弓に慣れてくると一角を狙って外しても爆発を当てれるという二段構えもできるようになりますので、慣れてくれば問題ない部分となります。キルが取れるのが弓ではなく、アシストをして味方に貢献していくのが手数の多い弓のスタイルでもありますので、このあたりの意識も変えていくのは非常に重要かと思います。続いては局者を最大限に生かす。弓を使っていると綺麗に局者で撃ち抜く動画が多いように感じます。ですがここで言う局者はキルではなく相手にポジションを取らせ続けないという方法になります。高台を取らせたとしても弓の爆発弾によって相手が弧を出すことができなければ攻撃することもできませんし、位置の把握も困難になります。さらに耐えかねてポジション移動すれば弓通りの動きとなるので、キルを取ることにもつながります。要は相手を思い通りに動かせさせないということが重要なんです。これは弓だけでなく射程のあるべきならある程度必要な技術かと思います。動けないということは試合に参加できないのと一緒なので、局者や相手を制圧するのも非常に大事なことです。何もしてない時間を作るのではなく、相手のいる場所や嫌なポジションを弾幕で抑えるように意識するといいかと思います。ただしこの行動にはインクを激しく消費することと敵に位置がバレ続けるという欠点があります。抑えるポジションだけではなく、いつ裏取りが来るか警戒していつでも引けるようにしておきましょう。続いてはルール関与のタイミングです。中高衛の位置になる弓ですが、各ルール関与のタイミングは非常に難しいと思います。もちろんルール別に考える必要もありますので、全ルール共通で意識したことを話していきたいと思います。まずルール関与の定義ですね。エリアは塗り、矢倉は乗る、ポコは持つ、アサリはシュートを狙うでいきたいと思います。一番シンプルで分かりやすいですかね。ではこのルール関与という定義を持って話していきます。ルール関与のタイミングですが、敵に前落ちして前に味方が1人いる状態を意識してみましょう。要は確実にカウントを進めれる状況を作った後に動くということです。前に味方が1人いる状態というのが非常に重要で、味方に対して敵が攻撃をしてくるかどうかでルール関与の関わり具合を考えるんですよね。弓に関しては1人では前線武器にどうしても対処ができないので、隙ができるルール関与の時間はとても危険です。その隙を少しでもなくすために味方を活用して動くというのが重要なんですよね。もちろんここぞという時はこの考えは無視しますが、基本的に抑えておくといいかと思います。これは武器の立ち位置によっても変わりますので、弓を使う際も参考程度に考えてもらえるといいかと思います。この欠点としては堅実になりすぎて試合が動かないという点ですね。なるべくデスを抑えたい武器種なのですが、ルール関与が難しいところです。大胆さも要求されますので、試合が動いてない時は自分で動かせるように意識していきましょう。続いては絶対に焦らないということです。さて最後になりますが、絶対焦らないというところです。本当に最後の最後で精神論が来たかというところなんですが、意外と重要なところです。これをちゃんと考えて話していきたいんですけど、弓の役割としては
デスを抑えつつ味方と共に行動しアシストしながらルール関与もするとやることが多いです。またこれらができることによりもう一つ大きな役割が発生します。それはいいポジションにいると味方のビーコになれるという点です。本作のマップは縦に長かったり入り組んだりと復帰した際にスパチャンするリスクが大きいです。ですが弓が安全地帯で敵を抑えつつ生存しているとどうでしょうか。早く復帰したい味方はビーコンとして活用してきますよね。こういった時に壁の後ろにいたりすれば味方のデスも抑えれるので人数不利の時間を少なくすることが可能となります。ですがこれは状況を把握して焦らずとつったりしないのかが重要なところです。焦っていた場合は変なキルを狙ったりして体を晒してしまいます。またルールに無理やり関与して両ポジから離れたりと敵有利を作ってしまうということも多々あります。冷静な時の行動ができなくなるんですよね。なので危険な時ほど絶対に焦らない、または落ち着いて行動することが重要になります。これで負けたとしても次の試合では編成的に同じことが起きても勝てる時があったりしますので常に冷静さを持って状況判断をしましょう。まあ要は100回同じ状況をした時に何回同じことをして勝てるかというところですね。1回の負けで印象が強くなったりするのがスプラですが100試合通して考えた時には意外と勝ち越ししてるということもありますのでその試合だけでなく広い目で見ることも非常に重要かと思います。はい、ということで今回はここまでとなります。紹介したことが多いですが意識していく順番としては今回の動画の順番にしてもらえるといいかと思います。まずは後衛として立ち位置が分かるかどうかですね。そこから対面方法と立ち回りをこなして連動を上げていくというのがいいかと思います。実際のところゴールド使いとしてやっていた身としてはこの立ち位置と我慢が非常に重要でした。キルに関しては数をこなせば上がってきますし何よりディスを抑えて味方をうまく活用できる試合が増えたように感じます。なかなか連動のいる武器かと思いますが皆さんも楽しくトライスプリンガーを使ってもらえると嬉しいです。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。